おはようございます、くるみです。今回はご報告動画ということで、このチャンネルでもメンバーシップがスタートしますということについてお話をしていきたいと思います。それではスタート。突然ですが、皆さんいつも動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。このチャンネルがスタートしたのは2年前で、この2年間時々めげそうになりながらも細々やってきたんですけれども、ここまで来ることができたのは本当に今見てくださっている皆さんのおかげだと思います。本当に本当にありがとうございます。今回このチャンネルでメンバーシップというものをスタートするんですけれども、この動画ではそもそもメンバーシップって何なのっていうことと、どうして始めるのっていうことと、メンバーシップの詳細についてお話をしていきたいと思います。まず一つ目のメンバーシップって何なのっていうことについてなんですけれども、メンバーシップとはこの YouTube 上に作ることができるファンクラブみたいなものになっています。クリエイターがそれぞれ金額や内容を決めることができるんですけれども、広告視聴よりも直接的に応援しているクリエイターっていうのを、支援することができます。今回私も、もう少し YouTube の活動っていうのを、広げていきたいなと思って、今回このメンバーシップを始めることになりました。こちらのメンバーシップはパソコンを利用してご視聴いただいている方には、登録ボタンの隣からメンバーになるっていうボタンを押していただくと登録の画面に進むことができます。 iPhone をご利用の場合はこの動画の概要欄やコメント欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご覧ください。2つ目はなぜ YouTube メンバーシップを始めるのっていうことなんですけれども、実は現在所属しているバレエ団の支援者コミュニティというものも利用させていただいていまして、そこからご支援いただいている方もいらっしゃいます。本当にありがとうございます。こちらのバレエ団を通してご支援いただいている分というのは、やはりバレエだったり、ジャズダンスだったり踊ることに使いたいと思っていて、今までも、踊ることにまつわることとして使わせていただいてきました。例えばタイツやシューズを購入したりとか、練習に行く交通費にしたりとか、あとは7月頃に本番前のルーティーンみたいな動画を載せていると思うんですけれども、あの時は会場が家から少し遠かったので、ゲネタ本番の日の、夜を近くのホテルに泊まらせていただいたんですけれども、その宿泊費用などもそちらの支援者コミュニティを通してご支援いただいた分っていうのを当てさせていただきました。本当に皆さんの応援あっての自分の活動だなっていうふうに思っています。で、じゃあなんで改めて YouTube のメンバーシップも作るのっていうことなんですけれども、この YouTube は YouTube でバレエ以外のことも行っています。例えば少しでも摂食障害になってしまうバレエの子を減らしたいなっていう思いがあるので、ご飯を食べる動画を上げたりですとか、あとは以前からよくアイディアとして出しているんですけれども、スタジオを借りてバレエのステップの解説動画を作りたいなっていうのがあったりとか、 YouTube 用にやりたいことということで、今後もいくつかプランしているものがありまして、今回このメンバーシップでご支援いただいた分っていうのは、そういったその YouTube の活動に当てさせていただきたいなっていうふうに思っています。また今回公開するメンバーシップにはライブや舞台情報の先行告知っていう風に書かせていただいているんですけれども、今まではちょっと防犯上の理由もあったりして、あまりその、いつどこどこでどういうことをやりますっていうことを不特定多数の方が見るような SNS にはちょっと上げられないこととかがあったんですけれども、こういうメンバーシップを利用させていただくことで情報を届ける人っていうのを少し絞ってお伝えしていきたいかなっていうふうに思っていて、そういった事情もあってその有料のメンバーシップっていうものを作ることに決めました。ちょっと説明がダラダラしてしまったんですけれども、簡単にまとめると、YouTube の活動の幅を広げたいっていうことと、もう一つは少し情報を絞ってお届けしたいっていうことですね。この2つが大きな理由になります。どんなことに当てるかというと、今のところはスタジオレンタルだったり撮影機材だったり、あと撮影環境の改善だったり、あとは撮影の小物の購入だったりに主に使わせていただこうかなっていうふうに思っています。今撮影機材とか撮影環境の改善っていうふうに言ったんですけれども、今はこのクローゼットを背にして iPhone と安かった Amazon の三脚で撮影をしているので、
今後はもう少し例えば音声を良くしたりとか、ちょっとねあのクローゼットの前から脱却をして、少しなんかおしゃれなインテリアとかを置いて雰囲気をね改善したりとか、そういうことにもねちょっと時間とか手間をかけていきたいなっていうふうに思ってますので、もしよかったら応援していただけると嬉しいです。なのでこちらもまとめると、バレエ団の支援者コミュニティでご支援いただく分っていうのは踊ることに今後も使わせていただきたいなっていうふうに思っているのと、こちらの YouTube メンバーシップでいただく応援っていうのは YouTube の企画の方に使わせていただきたいなっていうふうに思っています。そしてこのメンバーシップにチャレンジする大きな理由のもう一つが、いろいろな道を模索したいっていうことです。これも少し今自分勝手な理由に聞こえてしまうかもしれないんですけれども、昨年新型コロナウイルスが始まってから世界中のバレエ団の公演が中止になったり延期になったり、1年半舞台ができない状態が続いたり、本当にね誰も予期していなかった事態が起こりました。そうなった中で、今までは海外のバレエ団に入れれば安定して給料がもらえて踊っていけるっていう環境があるっていう風に私自身も思っていたし、たくさんの人が思っていたと思うんですけれども、まあ、この誰も想像しなかったこの環境になったことで、給料が出ながらお休みになっていたバレエ団も少しあったみたいなんですけれども、そういった一方で給料がない形でバレエ団の活動ができないっていうねバレエ団も世界中にたくさんあって、そういったものを見てきた中で、そのお給料が出ない状況が何を引き起こすと思ったかというと、本当は芸術も文化の一部であり、やはり人間として人間らしくあるために大切なことの一つだと思うんですけれども、ダンサー自身が苦しいだけではなくて、そういったものをやっぱり世界に世の中にこう提供できなくなるっていうことも、まあ一つ問題というか一つ考えなければいけないことかなっていうふうに思っていて、そういうことを考えてきたこの1年半の中で、どうやってそういう何かものを作り出す環境というのを守っていくのかっていうことをすごく考えるようになりました。今まではまあどこかの団体に所属して、その団体が何とかしてくれるのを待つっていう考え方の方が私個人としてもまあ強くて、例えば日本のバレエ団はバレエ団から給与が出なくてバレエ団が変わらなきゃいけないよねっていうふうに考える気持ちがすごく強かったんですけど、じゃあ個人としてはどういうふうに戦っていくじゃないですけど、どうやって生き残ったらいいのかなっていうふうに考えるようにもなって、そういうことを考えてきた中での一つのチャレンジになります。今まではバレエダンサーっていうのは基本的にはどこかの団体に所属してそこで踊っていくっていうのがやっぱりバレエダンサーのあり方ですし、バレエ団の作品っていうのはそういうふうにまあできているものなので、すごくその団体への依存性みたいなのもすごくあったと思うんですね。特に海外のダンサーっていうのは日本のダンサーに比べてそれだけで仕事になっていたので、それに集中してやるっていうことがまあ一般的だったし、それが基本の姿勢だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあいろいろこの1年半で状況がたくさん変わってきた中で、団体がどうにかしてくれるのを待つとか世の中がどうにかなってくれるのを待つっていうよりかは、自分でチャレンジして、あこういう道筋があるな、こういうふうにやれるなとか、あこれはうまくいかなかったなっていうことを分かっていって、それがね、まあ、誰か今後踊る人とか今後何かを作っていく人の少しでもね、なんか小さな光にでもなればいいなっていうふうに個人的には思っています。すごくまあ個人的な、すごくまあ希望的な思いなんですけど、そういった意味もあってこのメンバーシップを作るということにチャレンジすることを決めました。ちょっとねだんだん分かりづらくなってきていると思うんですが、最後にこの今回オープンした YouTube のメンバーシップの詳細についてお話をさせていただきます。今回作らせていただいたメンバーシップの名前はカドリーユという名前になります。これは何かというと、バレエ団には基本的にダンサーのランクみたいなものがありまして、例えば大人数で
踊るダンサーだったり、ソロを踊れるダンサーだったり、主役を踊れるダンサーだったり、その中階級みたいなものがあります。会社でいうと、課長とか部長とか社長とか、そういう感じのニュアンスなんですけど、そういった中でフランスで、今回はこのチャンネルは基本的にバレエをメインに発信してきていますので、バレエのことをもじりたいなと思って、そこから撮らせていただきました。カドリーユというのは大人数で踊るメンバーのことを指すんですけれども、そちらの名前を今回は使わせていただいています。1ヶ月490円になっていまして、ここから YouTube の手数料が引かれて、その残った分が私に入ってくるような感じになっています。1つ目は舞台やライブ配信の情報の先行発信になります。先ほどもちらっと言った通り、今まではあんまりその告知をしないまま出ていた舞台っていうのもちらほらありまして、そういったものをね、ここでお知らせできたらなっていうふうに思っているのと、ライブ配信を今後は少し増やしたいと思っていまして、最低でも月に1回から2回はやりたいなっていうふうに思っているんですけれども、そのスケジュールっていうのをこちらのコミュニティ、こちらのメンバーシップで先にお知らせしようと思います。2つ目が YouTube 動画の先行公開です。すいません、ちょっと暗くなったので明かりを変えたんですけど、これが何かというと、普段私は YouTube の動画を公開するときに、だいたい1時間前から1日前ぐらいに動画を作っています。早い時だと1週間前ぐらいに動画を完成させているんですけれども、そういった動画の一般公開前にメンバーの方に先に公開をさせていただきます。なので、我こそはくるみの動画が早く見たいっていう方におすすめをしたいと思います。3つ目は限定のバッジです。このバッジが何かというと、コメントをいただいた際などにお名前の横に私が手書きをさせていただいた限定のバッジがつきます。なので私はメンバーシップに入ってるぞっていう風ななんかマークがつくんですけど、今は4つ設定をさせていただいているんですけれども、これがメンバーになってから長くなるごとにだんだん変化をしていきます。なので我こそはくるみのチャンネルのメンバーだぞっていうアピールをできるというようなバッジになっています。そして4つ目が限定の絵文字になります。これはライブ配信の際なのにお使いいただける限定の絵文字になります。こちらも今4つ公開をさせていただいていまして、メンバーがたくさん増えるとより使える絵文字が増えるというような形になっています。このバッジと絵文字については私が自分で手書きをさせていただきました。本来皆さんからお金をいただいてお届けするものなので、プロのイラストレーターさんにお願いしようかなっていうふうに思っていたんですけれども、やっぱり自分で作って自分で書いたものを届けたいなっていうふうな思いが強くなりまして、すごく絵が上手いっていうわけでは全くないんですけど、一生懸命描かせていただきました。なのでぜひ使っていただけたらなっていうふうに思います。今回公開したメンバーシップのカドリーユに関しては特典がこの4つになります。今回カドリーユっていうチームをね、公開させていただいたんですけれども、今後は限定ライブ配信の特典だったり、その他いろいろちょっと考えているアイディアがあるので、そういったものをつけたチームっていうのも今後追加で公開していこうと思っています。まずはこのカドリーユでスタートということで、本日からスタートさせていただきました。月額490円というふうにお伝えをしたんですけれども、この月額というのは月末締めということではなくて、加入したタイミングからの1ヶ月計算になりますので、そちらはご安心ください。今回 YouTube メンバーシップをスタートさせるんですけれども、 YouTube のメンバーシップに入ってる入ってないに関わらず、今後もこの YouTube の動画っていうのは一生懸命作っていきますので、今後もお楽しみいただけたらなというふうに思っています。その上で、もしくるみを追加で応援しようかなって思ってくださった方は、ぜひご検討いただければなっていうふうに思います。一番大事なところでちょっと喉が枯れてきたんですけど、なぜかというと全然うまく喋れなくて、もうね1時間半ぐらい同じ内容をずっと喋ってまして、それでもねあんまり分かりにくかったと思うんです。
ですけど、ごめんなさい、なんか最後の最後ですごいシワシワな声になってしまったんですが、今日お伝えしたいことはこんな感じです。質問があればぜひコメント欄にご記入をお願いします。この動画の最後になるんですけれども、本当に最初にもお伝えした通り、ここまで来られたのはいつも見てくださっている皆さんがあってこそです。本当に感謝をしています。ありがとうございます。いろいろなご意見があるだろうなっていうふうに思っていて、やはり今こうやって情報を発信しているといろいろなご意見をいただくことっていうのがあって、まあ、例えばネガティブな面で言うと、やっぱり大きなね、世界的に有名なバレエ団に所属しているわけではないので、まあ、そんな私がバレエのことに関して発信をするなとか、バレエ下手だよねとか、アマチュアだよねとか、本当に今いろんなご意見をいただくことがあるんですけれども、まあ、そういったネガティブなコメントだけではもちろんなくて、本当に温かい言葉でね、いつも応援してくださる方もいらっしゃって、本当にそういう言葉に助けられながら SNS の発信っていうのをやっています。今回今こうやって有料のメンバーシップっていうものをスタートさせるんですけれども、こうやって応援していただく、こうやってまあ応援していただいている分、その分より良いものを作ってたくさん皆さんにね伝えて発信していけたらなっていうふうに思いますので、ぜひ今後も見ていただけたら本当に嬉しいです。このまあメンバーシップに限らず、動画を見ていただいたり高評価をしていただいたり、まあ、それだけでなく、まあ、低評価でもネガティブなコメントでも本当に見てくださっている方がいてこそのこのチャンネルなので、本当にまあ全ての方に感謝をしています。今後もより良いものが届けられるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルではモニーバレエのことについてシェアをしています。興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。